7月5日から西日本を中心に発生している豪雨で大きな被害が発生しています。死者は50名を超えます。亡くなられた方のご冥福をお祈りします。まずは人命救助が優先で、復興は雨が止んでからね。治水対策もこれから見直さなきゃね。